皆さんこんにちは、ピンカンの木原です。 D&M の高山です。よろしくお願いいたします。はい、ということで、あと2本ルビコ8だけ聞いていこうと思ったんですけど、まあせっかくなんで D&W の、ね、702S3 ですね。ちょっと後ろにありますけど、ピアノブラック、同じピアノブラック同士ですけど、はい、あの聞き比べで進行していこうと。で、あの6曲全部聞き比べると時間が長くなるんで、はい、まずあの1本クラシックの3曲で聴き比べ、はい、で 後半はですね、まあ、ボーカルジャズ系ボーカル系3曲で聴き比べた後に、はい、とある1曲をですね聴、はい、いて、それでこうダリとですね B&W の目指すところの違いというものを明確にしていこうというふうに思います、はい、ということで、ダリのルビコア8です。値段がですね1本64万円、ペアで128万円。こちらもあのルビコア6と同じで 2.5 倍、基本的になりっぱなしのツイーター、なりっぱなしのウーハーに、ウーハーが2個追加、そして、スーパーツイーターが1個追加という構成になります、はい。これがですねあの全て共通の 17×45 のリボン、 29mm のソフトドーム、 165mm のですねウッドファイバーコーンのユニットが3つ、能率が 90.5dB、結構高いですね、90超えるとね。そうですね、はい。で、分割周波数帯域は、あ、これはね、2.5 上プラスサブウーハーですね。これが500以下、これが800以下、はい、で、これが2400以下、で、これが2400以上、これが14キロ以上という、うん、そうですね、あの構成なんです。だからあの、ここがちょっと被ってるんですね。いや、どんどん乗っかってきてる感じですよね。そう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 。で、再生帯域は一応 38Hz から 34kHz と、ルビコは6と同じなんですけど、はい、これは圧倒的にこっちの方が低音は充実して聞こえるので、まあ、そのあたりもあの確認していただければというふうに思います。高さが1100、幅が220、奥行きが444、まあ、キャビンもだいぶ大きいです。で、重さが30キロ、バイワイリング対応ってことね。で、仕上げはですねこの、ハイグロスブラックホワイト、そしてナチュラルウォールナットハイグロスマルーンの4色展開ですね。で、アンプはですねエアーボーの PM10 アルティメット、PM10 のカスタムモデルで78万円。CD プレイヤーがですね、これはもう生産完了になっておりますけど、流通在庫が若干残っております。エアーボーの SA10 アルティメット、78万円の CDSA CD プレイヤ で、これをですね、今回 USB ダックとして使うということですね。聴き比べるスピーカーが B&W の 702S3、シグネーチャーじゃない方。こちらはですね、このあの、グロスブラック仕上げがですね、103万6千円。で、サテンホワイト無化ローズナット仕上げが99万円ということで、まあ価格的にはルビコは6と同じぐらい。はい、なので、8の方がちょっと高い。はい、だからまあ、8と本来比べるんであれば、702S3シグネチャーあたりになるんですけど、ね、シグネチャーちょっとないんで、はい、まあ、ちょっと価格的には B&W 不利なんですけど、まあ6だとウーハー2個だったんで、これはウーハー3個ハイブリッドツイッター。これはウーハー3個スコーカーにツイッターということで、まあ、構成的にこちらの方がそうです、ね、あの近いということで、今回やるんでおります。で、違いはですねこれは3ウェイです。ツイッターはツイッター、スコーカーはスコーカーで、この3つのウーハーは3つのウーハーということで、それぞれの帯域に分割して、割り振られております。で、ね、分割周波数帯域は、ね、B&W あまり公開してないんでちょっとわからないんですよね。ツイッターはですね 25mm 口径のデカップリングカーボンドーム、デカップリングっていうのはこのツイッターオントップっていうね、キャビネットの振動を受けずに攻撃をですねうまく減衰するっていう形のこういうあのちょんまげ型のものがついて、でこれはですねカーボンドームというふうに言われてますけれども、まあ実質上アルミドームにあのダイヤモンドライクコーティング DLC を施した振動板なので、まあ基本的にあのアルミ振動板の強化版というふうに考えていただければいいと思います。で、ミッドはですね、コンティニアムコーンというこのエッジレスのね、銀色の B&W お得意のスコーカーですね。で、提供 165mm のエアロホイルプロファイルっていうね、あのこのハニカムじゃないですけど、薄いもの、硬いもの、硬いものを間にあの発泡剤みたいなものを、ね、あの挟んだこの分厚いね、ウーハーが使われています。これはね、ここ置いてないけど、フォーカルなんかも最近こういうね、要は軽くて分厚いものを使ってこう折り曲がって分割共振を防ぐというあの構造のユニットを使っております。能率は 90dB とほぼ 0.5dB しか変わらない。で、再生周波数帯域は結構これ低音が出て 28Hz から。
上は33キロ、入力インピダンスは84、最低が 3.14、高さが1138、幅が290ですけど、これは台座が入っておりますから、実際の幅はですね、B&W の方がちょっと細いです。だからサイズ的にはあのルビックは6に近いです。うん、で奥行きが410、これも台座を含んでおりますので、サイズ的にはほぼルビコア6と同じぐらい、重量が 33.5 キロという、ね、ものです。で、先ほど申し上げましたけども、仕上げはこのグロスブラック、これが103万6千円とちょっと高くて、あとはサテンホワイト、モカローズナットは99万円という4色仕上げというのは、このルビコアシリーズと同じというふうになっています。ということで、早速まずあのせせらぎを、はい、ルビコア8で聞いた後に、702S3C 聞いていくんですけど、まあ、せせらぎはまあね、ああいうランダムの音は記憶できないからいいんですけど、一般的な楽曲っていうのは、1回目で覚えるんで、2回目に聞いたら、同じ音でも2回目の方がよく聞こえるっていう傾向はあるんで、うん、まあ、その点を含んで、ね、聞き比べを我々はしようと。はい、で、まあ、YouTube をご覧の皆様は、別に逆にしようがないでしょうが YouTube なんで好きな順番で聞いていただいて何回でも聞き直していただいてということでやっていこうかなというふうに思いますので、高山さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ではせせらぎルビコア8から見ていこうと思います。せせらぎの聴き比べいかがでしょう。参ったなって感じです、ね、難しいね、結構ね。まずルビコア8からいくと、これは2と6のいいとこ取りという感じ。6はちょっとおとなしくなったけど、8はやっぱりまあ
抵抗があるなしちょっと分かんないんですけど、やっぱりあのハイブリッドツイッターがよりあの明瞭度が上がって音が明るく快活になった結果、低音もやっぱり6より出るんで、全帯域、2 の, あの美味しいバランスのまま帯域を伸ばして音を細かくしたという感じで、そうですね、まあ、やっぱりあの火の打ちどころがないという感じ。同じシリーズがダリナイで比べますと、もう全く同感でして、やっぱりツイッターの6もの、ツイッター自体が詰まってたことは全然ないですし、先ほど言いましたようにウェルバランスで、まあ、おそらくこれがサイズ的なのも合わせて6が一番あの購入される方が多いんだろうなというふうに思うんですけど、まあ、あの今回の8はやっぱりこうもう一つ上があるというか、あの広域はまあローローとスカンと抜けていくような感じがありますし、定期の力感もありながら、まあ、2が持っていたその何て言いますか、こう質感の良さというか上質さみたいなのも兼ね備えているので、まあ、これはあのサイズの価格も含めて8まで、興味がある方はぜひ選んでいただきたいかなという気はしますね。やっぱりね、あのこれが8のために開発されたユニットっていう感じの音ですね、そうです。だから6はせっかくそこの性能を若干削って6の中に入れちゃったって感じ、で2はツイッターがハイブリッドじゃないんで、再びやりたいようにやりたいことをやってるっていう感じの音で、やっぱり2と8のバランスが一番いいかな、6はあのちょっとおとなしめだから、おとなしいからあの悪いっていうことではなくて、結構としては難しいんですけど、6がいいっていう人もいると思います、いると思います、だからあのそういう意味では何とも言えないんですが、あの少なくともやっぱり6と8を比べた時にはやっぱり8の非常にアドバンテージはあるなって、ね、そうなんですよ。エモーショナルに音楽を聴きたい人ばっかりじゃないんですよ、なのであのそこはね、あの用途と好みに応じて選んでいただける、ということで B&W、はい、いやこれが参ったなといったところだったんですけどこれはですね、あの、まあ、私の表現ではちょっとまあ難しいところで、ちょっと私最初にテクニカルな、B&W と、まあ、ダリがどういう違いがあるのかって簡単に話をさせてもらおうと思うんですけども、まずあのやっぱり一つ大きいのはソフトドーム系を使って、ダリってあの、スタートしてウッドファイバーコーンがありますよね。で B&W はあのご存知のより、まあ、800種類ですとダイヤモンド、今ご紹介いただきましたように700ですと、まあ、アルミの延長線上のものになっているわけですよね。でですので素材のあり方からして全く違うわけで、で特にそれぞれが、まあ、ツイッターだけの話をしますと、ソフトドームツイッターは先ほど言いましたようにピークがないからいいでしょうと、でいわゆる共振限界のピークですね、で B&W は B&W で、あの正確な音をこう再現できるため硬い、ドームを使っているんですけれども、別にピークがあっていいでしょうなんてことは全く言っていなくて、ピークをなるべく過剰帯域から外していきましょうっていう努力をずっとしてるわけです。20数年前の800シリーズの時は確か、まあ、20kHz 台にいわゆる広域限界があったと思いますが、今ダイヤモンドに至っては 70kHz までいっています、この 70kHz はいわゆる 70kHz まで聞いてくださいとは、B&W も一切言っておりませんで、いわゆるノイズ源が 70kHz までいけば、このかいわゆる共振限界から来るハードドームのピークがその半分上に行くんですよ。そうです、だから過剰帯域の歪みが減るんです、聞こえているところに歪みが乗っかってこないってことです。要は7000回転回るエンジンを2000回転で回したら静かに回るよねって話ですよ、そういうことです3000回転の、で限界のエンジン2000回転で回したらちょっとノイズ出るよねっていう話の違いね。ですんで、まあ、あの方向性は違うんですけれども、彼らは彼らの世界観で、あの今のテクノロジーまで行った結果ですね、いわゆるオーディオサイエンスの最先端の、例えば B&W って空間は広いし、細かい音が出る、まあ、テレフォーがあるわけじゃないですか、で、まあ、例えば昔のダリですと、味わいという意味では特別なものは当然あるんですけれども、じゃあ奥行きとかそういう細かい音とかで B&W と比べてどうかって言いますと、またそれなりに違いはローテクだよねみたいなね、ちょっとね、そうですね、まあ、悪いかとすると、それが今違いありますか、ハイテク、ローテク、エモーショナル、なんか植物的みたいなのがさっきのね、あの北面南面から頂上を目指した結果、やっぱり両方ともあのこのゾーンにはもう入っちゃってるよっていうところですね、ただ世界観が違うっていう、世界観がね、はい、まあ、僕のイメージとしてはまずあの
ツイッターの音ね、だからアルミだけだったら柔らかすぎるんで表面にダイヤモンドライクコーティングっていうね、硬い膜を作って、このあの彼らはカーボンって言ってるけど、まあ、僕はアルミ DLC コーンだけど、まあ、それを作ってきた結果従来のアルミよりもピークが伸びたんで、やっぱり過剰大気の歪みが減ってると、でもね想像してほしいんですよ、あのソフトドームってすごく薄くて硬いものがなってるの、コオロギの羽です、コオロギとかスズムシの音ってすごいでしょ、ピーンって届く、あれもしねあのアルミとかブリキをやってたらあの出ないでしょ、だからやっぱりね切れ味とかっていう点に関しては、軽くて硬いソフトドームに、あのハードドームアルミは追いつかないんですよ、だからしかもリボンがついててこのツイッターのハイブリッドの能力っていうのは、これはもう明らかに、B&W のあのこのツイッターオートップのツイッターを上回る能力を持ってるのは明らかです、でもこれはあの 2.5 上サブウーハーなんですよ、これは3上なんですよ、だからやっぱりこのあのエチレスのコンティアムが持ってる中域の情報量の再現性っていうのはこれをちょっと上回ってる感じがあって、だから水の流れてるメインの流れの音なんかはザーっていうところは結構 B&W の方がなんか濃くて、で低音に関してはこれ意外にこいつの方が僕出てて、このソフトってね1分10秒あたりからゴーっていうような音が入ってくるんですよ、でこれ6あの2は全然聞こえなくて6で聞こえて、であの聞こえたって言おうと思って言い忘れて、8はもっとはっきり聞こえたんですけど、702は6と8の間がかなり6に近いんで、あの F 特的にはこいつ34でこいつ28ですけど、まああのセセラギを聞く限り低音の力感とか量感はあのやっぱあのもう見かけ大きい、このあのルビックワイトの方があったかなという感じがしました、まあでもあの想像以上に音の違いが割と小さい、そうですね、例えばこっちが硬くてこっちが柔らかいとかそういうことがないっていうのはちょっと驚きですね、そうですよね、はい、そう思います、はい、ということで2曲目はバイオリンのねソロ演奏、まずルビコア8から聴いていこうと思います。
正しいかどうかは分かりませんけど、 B&W の方はやっぱりもうものすごくこうノイズレベルの低い静かなところからパッと音が出てきて消えてっていうのが、まあ、B&W らしくこれまで通り表現されている非常にクオリティが高いなと思います。でダニの方も先ほど言いましたように空間も広いし細かい音も出てるんですが、どこかいい意味での揺らぎが残されているような、それが聞き方によっては少しおおらかに聞こえるかもしれないし、人によってはそれが心地よく聞こえるかもしれないし、まあ、このあたりの世界観というのは違いがあるかなというふうに感じました。まずルビコア8なんですけど、やっぱり26に比べてもう圧倒的に圧倒的に生々しい、もう何のストレスもなく生演奏を聴いてる感じ、はいはい。で B&W702S3 ですね、はい、これもね候補つけがたい素晴らしいんですけど、細かくね分析していったら違いはあるんですけど、まあどちらもバランスがいいので、そのバランスされた中で完全に世界観が完成されてるんで、何とも言い難いんですけど、イメージとしてはね 702S3 で聞くリザ・フェルシュトマンさんっていうのは目の前に楽譜があって、それについてすごく忠実にきちっとバッハを弾いてる感じ、うんうん、で、それをですね同じルビコア8で聞くとですね、ここには楽譜はないんです。もう完全にアンプした音楽を弾いてる感じ、この差がある。だからこれもどっちがいい、はい、どっちが悪いじゃないですか、だからより自由に弾いてる感じ、これはよりきっちり弾いてる感じ、はい、でどっちがいいのっていう、この好みでしょっていう感じ、僕どっちも分かれると思います、はい、お両方欲しい感じです同感です、うん、こんな結果が出ると思ってないけど、素晴らしいと思います。どちらも素晴らしいと思いますね、では次バッハコンチェルトね、クラシック最後聴いてみると思います、はい。
ヒラリハンさんのね、ハイレゾですね、8824フラッグ、いかがでしたでしょう。まあやっぱりあの楽しいなと思いますね、うん、今日は本当に楽しいなと思ってやっぱ贅沢な時間だなと思いますし、うん、あのこういうふうに2つの、まあ、世界的にも非常に認められた2つのブランドの、うん、まあ、すごくこう今日は本質的なところに迫ってると思いますし、その音の違いっていうのを同じレベルでやっぱ違う方向性でっていうふうに聞き比べられるって、やっぱりあのオーディオのこう聞き比べる喜びみたいなのっていうのを改めて今聞いてて感じるなと思ってたんです。で私もまあこう20年ぐらい要はダリも B&W もずっとこう接してきている中で、まあ聞きながらちょっと昔のことも含めて思い出していたんですけど、例えばあの B&W ってやっぱりリファレンスの代表格で、うん、日本においても、まあ、ステレオサウンドさんの視聴室とかもそうですけれども、各地の、いわゆるこうリファレンススピーカーとしていろんなところで導入されてますよね。まあ、そういう意味ではあの安心感があって、正確なエバリュエーションをするための機器としてはやっぱり特別なポジショニングをいただいていると思うんですね。で一方でダリって今それにこうまさに被験するようなものになってるんですけど、昔からヨーロッパでもまあ日本でもライバル関係なんですよ。でもちょっと先ほどのちょっと前ルビコンを比べると少しオールドファッションでみたいな話になるじゃないですか、うん、なんでかなと思ってたんですけど、やっぱりダリってゆっくり製品開発するんで10年ぶりなんですよね、うん、B&W って5年に1回変わってるんで1回ステップを踏んでるんですよ。でこの10年経ったルビコアの一つの今の到達点がここまで、うん、ダリの到達点がここまで来ていて、まあ、それをまた B&W と聞き比べた時にあの、まあ、見応えのある聞き比べができますし、ただじゃあ今先ほど言いましたけど、リファレンススピーカーとしてあのじゃあ B&W にとって代わってダリが、採用されるかというと私は採用されないと思います、うん、でやっぱりあのそういうのとは違う軸で、例えばリファレンスであればこっちはどちらかというとミュージカリティがある方の中で、うん、あの全く違う方向性の世界観を、提案していて、それをまあ今回もそうですけど聞き比べてもらう、で私それぞれの共感をまあ、得てもらうというのは、まあ、とても面白い2つだなというふうに思ってます、はい。ね、先ほども申し上げましたように私、だから、昨日水火月日4日前に生演奏を録音してきました、はい。でまああのね、知り合いの知り合った、まあ、僕の師匠の指揮者が、まああのまあ、セミプロみたいなの集めて2日で音楽作っていくんですけど、はい、B&W で聞くとね、はい、ここに先生が立っててね、こうやって、はい、でみんな楽譜見てでこうやって振ってて、はい、正確に演奏してるっていう感じがすごい伝わってくる、はい、で、誰で聞くとね、はい、そういう感じがないんですよ、はい、なんかもっと楽しくっていうかもっとあの生き生きと演奏してる感じがあって、はい、これまああの生演奏にどっちが近いのって言ったら B&W の雰囲気の方がある意味近いんですよ、はい、なるほど、はい、そんなにね習熟した演奏者っていないんで、はい、やっぱりあの楽団の限界で一つの音楽を一生やり続けられないの、お客さん来なくなるから、どん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 新しいのやっていかないといけないんで、完成度100までいかないんですよ。だからやっぱりその、 あの完成度を高める中で楽譜を見ながら指揮者を見ながらきちっと演奏して組み立てていくっていうプロセスが B&W で聞くとこの音楽には感じられてで、ルビコア8で聞くとそれがもっとあの快活に演奏してる、はい、で細かいところでいくとやっぱり広域の切れ込みはこっちの方が断然早い、はい、じゃあこれが遅いから悪いのかっていうことになるんだけど、そうじゃなくてバランスしてるんで、うん、どっちもあのその世界観の中でバランスしてるんで、やはり甲乙つけがたい感じがすごくあって、はい、評価がこんなに難しい聞き比べは過去あんまり僕も経験したことがない。そうですね、であと一つ付け加えるんであれば、B&W の方が後ろにあって幅も広いんで、サウンドステージは B&W の方が広く出てくるんですけど、これはもうスピーカーの設置の問題なんで、そうですね、あのスピーカーの個性とは関係ないと思います、はいはい、
私どもの視聴室で聞いている限りでもスイッチして、うん、あの空間の広さがどちらかっていうのはあまり感じないですね、うん、多分ないと思いますね、あの大きいコピー場所ね、はい、あの置き換えてあの聞き比べというのはなかなか難しいんで、あの、はい、その限界かなっていうのもあって、でも、はい、あのどちらのスピーカーどちらのメーカーも目指さんとしているところは、同一であって、まあ、あの裏か表かみたいな、はい、そうですね、あのイメージだというふうなのはあの、はい、感じられました、ね、ではあの一旦休憩を挟んでですね、最後あのボーカル系のプログラムでね、はい、聞き比べ、あと一つの動画のお付き合いをよろしくお願いします。はい、